どうして僕が走っているか。最初なんか100キロ走るとかっていう人の話を聞いた時に全然こう自分ごとに思えなかったんですけど、話を聞いてるとどうやら100キロ走ってるのは普通の人っぽいとか、あ、なんかトレランってちょっとやってったらなんか誰でもすごいとこに行けちゃうんだっていうのを思って、俺らが今100メートルを10秒切って走れって言ったらほとんどの人は無理なんですけど、じゃあ2年後に100キロ走ってって言われたらちゃんと続ければできるっていうか、100マイルすごいじゃんみたいな話になるんですけど、結構いろんなジャンルでみんな同じことをしてて、それをするためにこういろんな掘ってって学んで、それと全く同じで、まあなんで要は問題解決とかそういうのに対してすごい粘り強くなったし、もう走ったらもうそれが1位であれビリであれもう完走したんだすげえ、人と自分をより比べなくなるというか、そういうタフな人間増えるだろうねと思って、そういうやつが増えたら世の中ちょっと良くなるんじゃねえっていうのがまあ思いなんですよね。